ナス科は、総使用植物高菊厚なナスメのトガの一つ。115族2678種からなる大きな群である。ナスに加え、ジャガイモやトマトなど多くの有用植物が属している。熱帯から温帯にかけて、世界では115族2678種ほどがあり、その多くはナス族に分類される。ナスやトマト、ジャガイモなどが属するナス族。 唐辛子や、ピーマンなどが属する唐辛子族、タバコなどが属するタバコ族、朝鮮朝顔などが属する朝鮮朝顔族、宝月などが属する宝月族、ペチュニアなどが属するペチュニア族などが知られている。多くは一年草もしくは都年草低木の木本がある。葉は五星子単葉だが、稀に服用のものもある。花は、両星下で、放射草症で、 果敢が五列するのが特徴。ピーマンやトマトを輪切りにすると5つに分かれているのが確認できる。湯髄は5本あり、果敢列編と五成して花ずつにつく。薬は2室で先に穴が開くか充立する。脂肪は上位で2室で花の中線に対して斜めになり、膨れた中軸腹座に多数の糖性または半糖性胚種をつける。 消化あるいは果てをつける。種子には、胚乳がある。アルカロイドを含み薬用になるものもあれば、有毒なものもある。ナスやトマト、唐辛子、ピーマンなど果実を食用にする種が多く、他に、ジャガイモのように海底を食用とする、もの、タバコのように嗜好品として栽培されるもの、ホウズキやペチュニアなど観賞用に栽培されるものなど、利用の幅は広い。また、一般に、 特有のアルカロイドを含むために多様な生理作用を持つ。これらは薬用や香辛料として用いられる場合もあるが、一般には強い刺激性や毒性を持つ。なお、食用とされる作物では、品種改良により可食部にはアルカロイドが含まれないが、ジャガイモの芽、茎や未熟なトマトなどのように、非可食部は有毒である場合がある。かつて、 ナスカの植物はデザイナーフーズ計画のピラミッドで2群に属しており、2群の中でも最下位のアブラナ科の植物の一つ、上の4位に属するが、ガン予防効果のある食材であると位置づけられていた。ありがとうございます。